お化けでも見たような顔。もしやこの匂いはカレー？めっちゃお腹鳴った。お姉ちゃんみたい。ええ匂いや。見つからないよ。ほんま状況は。つまりその格好な。家の中で水着はおかしいやろ。変やと思ってなかった。な、何すんじゃわれ。俺じゃねえ。水着やったから。なんでもええから着るもん。ミオの影が来る。つまりは大丈夫や。つまりはあんまり意味ないと思う。影に潜ってちょっとの隙間をすり抜け。私もやってみよう。来たことはない。今まで一回もな。しんちゃん、ミオや、隠れろ。もう食べ終わった？ん？スプーン二つ使ったん？全く変じゃなくない？なんで急に標準語ある？ごちそうさま、しんちゃん。いいとこあるからな。ふわー！ちょいやー！まだ何かあるの？なあ！いる精一杯は。なんでしんちゃんの味方をするん？なんか文句あんのか！私はしんぺいが好き。死んだくせに。死んだくせによー！しん！言わんこっちゃん。なんで、しんちゃんのこと。後ろ！おい！しっかり！南雲先生。言いましたよね。影と長く話すと。くれたんです。体張って俺を。手当てしてやってください。見逃してくれと嘆願するなら君も殺すことになる。構いません。次こそ先生を説得。本物のミオは無事。本物は風呂だ。さっき確認。消えてしもったー。本体が負ったダメージの投影の手当てで治るとは思えない。ああ、ええか。痛ないんやったら早すぎやろ。君を助けたのだろうし、我々への手故障しているのだとしてもだ、そうおるとも限らない。最大の譲歩へ。